皆さんこんにちは。私は、機械システム工学科の酒井悟と申します。今から学科のカリキュラムについて、説明をさせていただきます。ものづくりの原点を担う学問、それが機械工学です。本学科ではまず機械工学の多種多様な幅広い分野にわたり、基礎から応用までしっかりと学ぶことのできる教育を展開しています。その上で、これからの産業技術社会で活躍できる、柔軟な発想と創造性に富む機械系エンジニアを育成するため、機械工学をベースとした環境機械プログラム、機械物理プログラム、精密知能機械プログラムの3つのプログラムを用意しています。今からこれらについて詳しく説明をしていきます。ものづくりに必要な工学の基礎から応用まで、さらには高度な専門技術までをカバーするカリキュラムを提供しています。一年次制から機械工学に関する多種多様な幅広い専門知識を着実に習得できるように、継続的に実施される多くの実習科目、実験科目を通して、主体的、能動的に学習に取り組む姿勢を身につけます。同時にきめ細かい実践的なカリキュラムとすることにより、基礎から応用までしっかりと学ぶことのできる教育を展開しています。例えば2年次制から演習科目を多く取り入れ、講義と演習を機能的にリンクしたカリキュラムを用意しています。基礎から応用までをしっかりと学んだ上で、3年次制、4年次制、高学年では環境機械プログラム、機械物理プログラム、精密知能機械プログラム、3つの専門志向の教育プログラムを通して、対話を重視しつつ、問題解決能力と論理的な思考力を養うことができます。環境機械プログラムでは、安全で環境負荷を軽減するための新しい機械材料や、それを用いた機械システムの開発に必要となる高度な専門技術を身につけます。機械物理プログラムでは、機械工学分野において見られる複雑な物理現象を解明し、それを機械設計に生かすために必要となる高度な専門技術を身につけます。精密知能機械プログラムでは、人や社会をサポートする精密知能機械の開発に必要となる高度な専門技術を身につけます。4年次制は機械システム工学科で行われている様々な研究からテーマを選んで卒業研究に取り組みます。他大学、他の大学とは一味違った研究が展開されています。研究の方法を学ぶとともに、柔軟な発想と想像力を養うことができます。機械工学はあらゆる産業、工業の基盤です。卒業後は自動車、輸送機器、機械、重工業、エレクトロニクス、素材、エネルギーなど、ものづくりを中心とした幅広い分野において、オールラウンドな機械系エンジニアとして活躍できます。本学科ではこちらの免許、資格を取得するための科目も用意しています。それでは皆さんにお会いできる日をお待ちしています。以上で学科の説明を終わります。